こんにちは、アミラーチャンネルのアミです。今回はつくば市にやってきました。ついにブランデつくば並木店さんが1月28日にオープンしました。私もようやく来れて嬉しいです。それでは早速中を見ていきたいと思います。あ、橋本さん、先日ありがとうございました。お待ちしてました。はい、よろしくお願いします。ストアマネージャーの橋本です。本日はよろしくお願いします。じゃあ中行ってみますか。はい、お願いします。はい、中に入ってきます、はい、どうでしょう、以前ご案内したこのコーナー、お花がびっしりありますね。そうですね、かわいい、はい、生の切り花が鉢物なども用意しております、うん、すごい種類が豊富で買い物いいですね。はい、華やかですね、うん、果物もたくさん見てください。このすごい、はい、こちら自慢のコーナーになっております。美味、うんうん、はい、しい。今話題のこちら台湾パインですね。え、甘いっていう夢ですよね、はい、今話題になっておりますね。美味、うんうん、しそう、はい、食べやすいスティックタイプもございます。あ、こういうの便利です。はい、うん、あります、ね、美味しい。あとドラゴンフルーツも今人気なんです。私も好きなんですよこれ。美味しいですよね。はい、好きです。そして自慢のコーナー、はい、パート2。パート2、こちらお魚です。どうぞ。おお、すごい。え、これはカニとかもいます。市場のようなね、新鮮なお野菜、新鮮なお魚がたくさんあります。すごい、カニも生きてますよ。え、生きて、本当だ、動いてる。新鮮なのが分かりますね。このカニ、1日全部売れちゃうんです。え、そうなんですか。です、はい、こんなにいるのに、はい、市場みたいですね。なんか本当に美味しそう、はい、こちら。そしてここが人気のお肉コーナーになりますね、はい、美味しそうなお肉がいっぱい並んでますね、はい、はい、こちらの方も後ろで切りたてのお肉を揃えております。うんうん、そうなんだ、はい、こちら美味しそう。はい、こちら美味しい、こだわりの飯村牛などもね揃えております。飯村牛、初めて聞いた。美味しそう。あ、美味しいですよ、すごく美味しいです。本当ですか。え、食べたいな、はい、うん、でこちらも人気のコーナーになっております。はい、初めて、初めてですね、こちらのスープストックさんの。おい、すごい、はい、商品も取りされております。よく都内で見かけるやつですよ ね、 すね、はい、私も好きです。これ種類の方も豊富で、人気のオマールのエビのビスク、またこちら東京ボルシチなどはね、すごく人気があります。美味しいですよね。美味しいですよね、うん、はい、私も買って帰ろうかな。おお、すごい、たくさんある。こちらが茨城で人気のアミーチ、はいはい、こちらのピザの冷凍食品になります、うん、おお、すごい、こんなに種類が置いてあるんですね。そうなんです、種類の方豊富で、うんうん、これは職人さんが一枚一枚手伸ばしで焼いてるものです、うん、すごい、美味しそう。 お酒のコーナーですか、はい、こちらがワインテイスティングコーナーになりますね。この間言ってたやつだ、はい、こちらの方で、はい、ワインのテイスティング、うんうん、または量り売りなどができるようになっております、うん、いいですよね、量り売り、はい、こんにちは。夕方なんかここにお客さんが座ってワインとか飲んでる姿が見られますよ、うんうん、あ、そうなんだ、はい、私もやってみたい、はい、とってもね、優雅な時間になっていますね。確かに。で、こちらの後ろには種類の豊富なワインが、こんなにあるんですね。すごい、ワインの品揃えは自慢ですね。すごい量ですもんね。迷っちゃう、これは。お、こっちは何ですか。こちらが自慢のお惣菜コーナーになります、うんうん、はい、種類のも豊富ですね。フィッシュデリからミートデリ、うんうん、そしてカレーにアジアエスニックなど種類の方豊富に取り揃えております。すごい、美味しそう。そしてこちらが店内焼き上げのベーカリーコーナーになります。お、いい匂いがしてきました。美味しそう。こちらも全部店内で焼き上げております。うん、美味しそう。パンだけでもこんなにあるんですね、種類が、はい。全部店内焼き上げですからね。あのフルーツのやつ美味しそうです、これ。はい、私も食べたい。生地がね、やはりサクサクしてすごく美味しいです、いいですね、はい、食べたくなってきちゃった。そして先ほど冷凍食品で紹介した、はい、うんうん、アミーチのピザは、はい、ここでも
いただけます。さっきのピザが。そしてこちらは店内で、あそこですね、あの窯で焼き上げてます。あ、そうなんだ。焼きたてのピザなんですね。はい、生地から伸ばして作ってます。すごい。これも全部ね、アミイチさんの監修で作ってますんで、本当お店で食べるような味になっております。ここで焼き上げてるってすごいですね。しかも生地も伸ばしてるって、はい、すごい。とっても美味しそうです。私ももうオープンしてから5枚ぐらい食べてます。やっぱ美味しいですもんね。美味しいです。すごく美味しいです。パクパクいけちゃいそう、はい、こちらがサービスカウンターになりますね。はい、こちらで会員登録をしていただけます。わかりました。早速やってみたいと思います。はい、お願いします。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。今ちょっと会員をどの会員になろうか悩んでるんですけど、はい、教えてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。お願いします。こちらからですね。はい、はい、こちらがご案内のパンフレットになりますね。はい、はい、ランクの方がブロンズ、うん、シルバー、ゴールドと3種類ございます。はい、うん、はい、こちら何か気になっているものございますか。この間橋本さんにいろいろ教えてもらったんですけど、はい、なんだろうな、この友人紹介特典っていうのまだ聞いてなかったと思うんですけど、はい、こちらはですね、はい、お友達をご紹介いただいてポイントが、うん、まあ、特典として、はいはい、でこちらはご紹介いただくお友達と一緒にご来店いただいて、うん、その方が会員になっていただけますと、うん、それぞれに300ポイントずつプレゼントさせていただくという、うん、特典になります。すごいですね。300ポイントもらえちゃうんですね。はい、そうなんです。お得ですね。はい、ありがとうございます。あとは何だろう、はい、前の話聞いて、はい、コーヒーサービスも気になってたんです。はい、コーヒーサービスの方はゴールドだけの特典になります。うんうん、こちらは1日1杯、はい、無料でコーヒーが飲めるクーポンが届けさせていただいてますので、うんうん、お散歩がてらとか、うん、お買い物じゃなくても近くに、はい、来られた時にちょっと休憩がてらに、うんうん、はい、いいですね、はい、コーヒーしていただければなと思いまして、うんうん、はい、こちらも美味しいコーヒーなので。あ、そうなんですか。はい、いいですね。本格的なのかな。はい、すごくいい。はい、ありがとうございます。でも迷っちゃいますね。どっちがいいか、どうしよう。推しはコーヒーです。すごい。ちょっとゴールドがいいかなって思ってきましたね。はい、ぜひお願いいたします。はい、はい、はい、会員登録が完了しました。私はゴールド会員にしました。私はもともとスケア&ゴーの会員になっていたので、これでは10分もかからずに登録できちゃいました。とっても簡単でしたよ。っていうことは、はい、私今日からコーヒー飲めるってことですよね。はい、今日からコーヒーを召し上がりいただけます。ぜひ毎日ね、飲みに来てください。うん、ありがとうございます。それから今ですと、はい、会員登録していただきますと、はい、こちらのエコバッグ3色からお好きなの1色選んでいただけます。はい、迷っちゃうな、どれにしよう。はい、どちらが。私は赤が好きなのでこれをもらいたいと思います。はい、ではこちらを、はいはい、どうぞお使いください。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。またお待ちしております。すいません、いらっしゃいませ。コーヒーをもらいに来たんですけど。はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、カルタマのコーヒーでよろしいですか。はい、そうです。こちらがカメラになってございますので、はい、こちらにカルタマの QR コードをかざしていただきますのでお願いいたします。これはマイ QR でいいですか。マイ QR でになっております。はい、はい、これをかざせば、はい、こちらがカメラになりますので、はい、こちらにかざしていただきますようお願いいたします。はい、会員特典のコーヒーをもらってきました。そして私が食べたいチーズケーキも頼んじゃいました。いただきます。おいしい。本格的なコーヒーって感じです。おいしい。じゃあこのチーズケーキも食べたいと思います。いただきます。うん、すごいチーズが濃厚で美味しいです。このコーヒーを飲みながらチーズケーキも合いますね。コーヒーを飲めるって最高じゃないですか。これだったら毎日でも来たくなっちゃいますね。橋本さん、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ゴールド会員になったことですし、ちょくちょくコーヒーとかも飲みに来ながら遊びに来たいと思います。はい、ぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。アミナーチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。プランデー筑波並木店のスターマネージャー橋本でした。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。